で危機管理能力がないですね、朝日の経営陣も。でこれ顧問弁護士もついてるはずなのによくこんな検証記事とか出させたなと思いますけどね。本当廃刊になりますよこれ、気をつけないと。あと前回もちょっとお伺いしたんですけど、その自民党の政調の方が、この談話は残しつつですね、その新しい官房長官談話を出したらどうかということを、まあ、申し入れたりしてますけど、まあ、前回は特に現時点でそのこの談話を見直す必要はないんじゃないかというちょっと様子を見ればというようなことをおっしゃっておられたと思いますけど、だから韓国との話とか国連との話でどこまでそれが改善できるのかね、きちっと日本の名誉が回復できるのかどうなのか。ただまあ、これは外交の責任を負ったものでしかなかなか判断できない、その責任を負ってないものはいい加減なことを言えますけどもね、いろんな外交の責任を負ってる政権としてはもういろんな要素が判断要素があると思うんですけども、僕は明確化すべきだってことはずっと言ってきましたから、その戦後70年というそういう周年においてね、節目においておそらく安倍首相はやっぱり何か発信しなきゃいけないでしょうね。それはこの慰安婦問題に限らずですよ、そのメッセージの中でこの問題に触れることはもう僕はぜひそうしてもらいたいと思いますよ。それは何もこの談話を書き直しとかそういうことではなくて、戦後70年の節目においてね、日韓関係の改善、やっぱり何が問題なのか、僕はその中に朝日新聞が日韓関係をこじらせたって安倍首相の談話の中に入れてもらいたいですよ、朝日新聞を名指しにして、やっぱそれぐらい やるべきだと思いますよ。別に権力を使って、経営の中に入ってくるとか、なんか出版禁止とか、検閲をするわけじゃなくてね、これはやっぱり、日本の国の首相としてね、日韓関係がこじれたやっぱり最大の原因は朝日新聞だということもしっかり、談話に入れた上でね、でも日本の方としてもね、日韓基本条約があるからといって韓国に偉そうに大手を振って正当性を言えるような問題ではなくて、まあ、これはある意味もう申し訳ないけれども、この日韓基本条約で解決済みの問題、もしこれを蒸し返してしまったらね、他国に対してもこれ全部同じような問題、これは別に慰安婦問題に限らずですよ、いろんな蒸し返しの問題が出てくるから、だから一度和解というものを結んだ場合には基本的にはもう全部それで解決したということにするというのがまさに法の支配の考え方なんでね、もうそれをやっぱり韓国に丁寧に説明していくしかないし、で韓国の方のその日韓基本条約で解決されてないという言い分の根底は、この問題はナチスのホロコーストと同じ問題だという、人道法違反だと、重大な人道法違反だから時効なんかなく永久に、これは処罰される問題なんだと。だから今日かなんかに出るんじゃないですか、国連の、あれは違う、ヘイトスピーチに関してなんですかね、今日の夜中かなんかに報告が出るのは、この問題じゃないんですかね、まあ、でも国連がずっと言ってるのはそういうことですよ、とにかく国際社会で思われてるのは、日本だけは特殊なことをやったんだと、戦場の性の問題はみんなこれは不幸な過去として、世界各国共通でこれは抱えてる問題だけど、日本だけは特別だと、もう女性をさらって、小学生の子供をさらって、そういう仕事に就かせた後はそれを殺してしまってとか、もうそんなことが世界で広まってるから、だから日本人はみんな知らないわけです。そういうことも慰安婦問題は朝日がね、僕がちょっとでも言おうもんならあえて徹底して叩いてくるわけだから、日本の政治家誰も発言しなくなってしまって、だから日本人もみんなそんな状況知らない中でね、気づいたらもうアメリカでもどこでももう慰安婦像がバンバン立って、日本は人狩りをやって女性をさらって性の対象にした後はそれを殺してしまってということがもう世界で広まっていることがやっと産経新聞の頑張りで分かりつつあり、今慰安婦問題については多くの人がやっぱこれおかしいと、この談話おかしいとか、朝日の報道はおかしいということに国民がなりつつある、まあ、いいことだと思いますけども、やっぱり安倍首相の談話で、まあ、そこはしっかりと示して、何も日韓関係こじらす必要ないけれども、河野談話にターゲットを絞った談話じゃなくてもいいですけども、
戦後70年のこの節目において発する談話においては、この談話についてはしっかりと朝日新聞名指しで挙げてもらった、そんな談話を出してもらいたいと思いますけどもね。すみません、時間になりましたので、これで終了します。